遅いよ、じゃねえだろ。一人じゃないですよ、ルルも一緒だし。ルル、美味しそうなの食べてるな。ミラが作ってくれたんだよ。超美味しいねえ。ミラは料理好きなのに、村の人はミラの作ったもの食べてくれないんだって。あなたたち勝手に人の家に。ミラ、スープ美味しかったよ、ごちそうさま。
こんなので喜ぶなんてろくなものを食べてないのね。食べてなくない。エルのパパのご飯はもっと美味しいし、スープとか何時間も煮込むし、パパのご飯はすごいんだから。そんなに美味しいなら教えてほしいかもね。頼んであげてもいいよ、スープもらったお礼に。考えとくわ。おかりなさい、エニさん。臭い。お前また人間の食べ物を作ったのね。ごめんなさい、この子たちお腹空いてたから。臭いと私が動けないって分かってるでしょ。このミュゼ目が。ごめんなさい、姉さん。何するの。あ、何これ。どうしたの姉さん。それは、わけのわからないこと。それよりあそこに行く時間よ。はい、見ろ。もう用はないでしょう。帰るまでに出て行って。今のがタイムファクターの反応でしょうか。つまりミュゼがタイムファクター。ああ、間違いない。ミュゼを倒せばこの世界が消える。二人はどこへ行ったんでしょう。村の奴らなら知ってるだろう。手分けして聞いてみましょう。シュードはお願い、関わらせたくないの。わかりました、私にお任せを。ジュードさん、エリーゼさん、私とご一緒しましょう。だよ。ブーサギだから牛煮込み。はい、次ジュードの番。ミだよ。え、しりとりかよ。湖。次はレイヤ。そうだ、耳。アルビン。なんで俺まで。ミニぬいぐるみ。ほい、エルの番。またミ。味噌煮込み。はい、ジュード。続くの。三日月まだらかぶと大油ゼミ。ちょっ、ありかよそれ。しかも身縛りになってる。ごめん、つい。ほらほら、見だよ。早く早く。ミラのスープ美味しかったね、ルル。
ミュゼの行き先はやっぱりレイさんかな。だろうな。こっちとしては好都合なんじゃねえの。知ってルドガー？それともメガネのおじさん？ああ、3年前生まれたばかりのルルを拾ったんだ。思い出すな。告白を断られたルドガーがやさくれて町に飛び出していったあの夜を。ルドガー、振られたんだ。残念ながらな。で、探し回った末、裏路地でうずくまってるルドガーとルルを見つけたんだよ。けど、結局お前、あのノバってことは友達付き合いを続けてたよな。なメガネのおじさんの話、面白い。面白いのはいいが、おじさんはやめてくれないか。俺はまだ20代なんだ。そういうの気にするのがおじさんの証拠かも。置かないと怪我するぜ。オーダー！
Thank you.